シフトキー、シフトキーは英文タイプライターやコンピュータ用のキーボードの修飾キーの一つ。他の文字キーと一緒に押し下げることで入力される文字を切り替えるシフトすることができる。通常はアルファベットの大文字や一部の記号文字、シフトプラス1イコール、シフト A イコール A などの入力に使用する。シフトキーは修飾キーの一種で、 通常はアルファベットの大文字やキートップの刻印の上側の文字、主に特殊記号などを入力するために使われる。シフトキーは多くのキーボードでは下から2段目の左側と右側に2個ある。レミントン社が1878年に発売したタイプライターであるレミントンナンバー2のキーボードで初めて搭載された。 それまでのタイプライターには大文字しかなかったが、シフトキーの発明によって、タイプライターで大文字と小文字が入力できるようになった。シフトという表現は、レミントン社式の英文タイプライターの構造が由来で、ある。当時のレミントン社のタイプライターは刻印用の活字棒が、プラテン、臨字する紙を巻きつけた、ローラーに耐えて水平に置かれて、キーを押すとその打軒圧力によって、活字棒が、 下から跳ね上がって打刻されるアップストライク方式だったが、1878年に発売されたレミントンナンバー2では、棒のそれぞれに大文字と小文字の2種類の活字が埋め込まれ、プラテンをシフトキーでシフト、シフト、ずらす、すなわち前後に移動させて大文字と小文字を切り替えられるという構造になっていた。この構造が発明されたことにより、 一つのタイプライターで大文字と小文字が入力できるようになったため、レミントン社式の英文タイプライターは非常に普及した。1895年にアンダーウッド社がアームと呼ばれる、かつ自暴が手前側に置かれ、プラテンに対して前からの打検圧力によって打刻されるフロントストライク方式を史上初めて採用したアナーウッドナンバー1を発売した。 それまでのアップストライク方式のタイプライターでは、印字した文字が見えなかったが、フロントストライク方式では印字した文字が見えるという便利さから非常に及ぼし、その後のタイプライターは、フロントストライク方式が主流となった。フロントストライク方式を採用したタイプライターの、プラテンは、ずらすのではなく、リフト、リフト、持ち上げる、すなわち上下の移動によって、 大文字と小文字が切り替えられる構造となっていたが、1895年の時点で、すでにシフトの故障が定着してしまっていたため、その後もキーの故障は変わることなく、シフト、キーと呼ばれ続けた。タイプライターのキーボードをそのまま引き継いだコンピュータのキーボードにおいても、シフトの故障がそのまま引き継がれ、現在に至る。アルファベットの各文字キーについては、 デフォルトの小文字からシフト操作によって大文字になる。記号に関しては、英語キーボードでは、カッコの、クエスチョンマークの、エクスクラメーションの、そしてコロンの、などにシフトキーが必要である。日本語キーボードでは、コロンの、は、シフトキーは使わないが、アスタリスクでは必要である。なお、和文タイプライターを含めた日本語入力でのシフトキーの使い方は、 多数の方式と歴史がある。詳細は以下を参照。当初のタイプライターでは構造上一つのキーには一つの文字しか割り当てることができず、そのため初期のタイプライターは大文字しか打ち出せなかった。そんな中、1878年にレミントン社によってシフト動作が考案された。プラテン下に配置していた臨時機構を前後方向に一組増設し、 シフトキーをタイプするとプラテン側が前後にずれる。これにより、シフトキーによる文字の内訳が可能となった。このシフトキーは、文字キーの最下段の両端に一つずつ設けられ、小指で押すこととされた。なお、このシフトキーは、レミントン社の特許であるため、特許が切れるまでは、他社のタイプライターでは、シフトキーを採用できず、他種多様の文字を打ち出すために、 大量のキーを用意するかは分タイプライターがそうである、打ち出せる文字を制限するかしかなかった。コンピューター用のキーボードも当初はタイプライターを流用したため、シフトキーの位置、機能、挙動はそのまま引き継がれた。コンピューター用のキーボードが作られ、シフト動作がハードウェア、キーボード側ではなく、ソフトウェア側で行われるようになると、タイプライターから踏襲されていた。 シフトキーを押しながら文字キーを押す以外の方式も可能となりタイプライタ方式ではない挙動で機能する様々なシフト方式が考案されたシフト動作をするためのキーの制約もなくなり専用のキーボードを用いたりソフトウェア的に変更したりして小指の外側赤方位置以外のキーを用いたシフト方式も考案された日本では コンピュータによる漢字化な混じり分入力の黎明期に生まれた親指シフト配列により親指によるシフトと同時打鍵方式が一般に紹介されたことが契機となって様々なシフト位置、シフト方式が試されるようになった。様々なシフトキーが試された今日の視点から見ると文字キーとシフトキーの境目も必ずしもはっきりしたものではない。例えば、 カナ系配列における濁点キーは通常文字キーと考えられている。論理的には濁点シフトキーとみなすことができる。逆に通常シフトキーと捉えられている親指シフト配列における反対側シフトキーを濁点キーとみなすことも可能である。本校ではシフトキーの範囲を一般より広く捉えて述べる。以下ではシフトキーの機能をシフトキーがある。 担当する指とシフトの挙動に分けて記述する。これらは互いに独立しており、動作上矛盾しない限り組み合わせて使用することできる。なお、タイプライターと同様の動作をするシフト方法を、本校ではタイプライター方式と呼ぶことにする。機械式タイプライターには、例えば強調される文章を入力するなどの目的で、常に大文字で入力したい場合は、 気候的にシフトキーを謳歌状態のままにするシフトロックがあった。原理上、基本的にすべての打鍵に対してシフトがかかるものであり、ロック状態中にシフトキーを押して一時的に解除することもできない。そもそも、機械的に謳歌されたままの状態になっているだから、押せない。これに対し、コンピュータの入力機器としてスイッチから、 先がすべて電子的に制御されるようなキーボードのキャプスロックでは任意の解釈があり得る。まず、キャプスロックキー自身のロック状態について、機械的にオルタネート動作のスイッチ、オンオフの状態が操作ごとに切り替わるスイッチの場合と、電子的あるいはソフトウェア的にロック状態管理されるものとがある。後者の場合、LED などによるインジケーターがキーボードあるいはキーに ついているものもある。キャプスロック状態は、ほとんどのシステムで、その名の通り、大文字ロックとなっている。つまり、記号類などについてはシフトと同等にはならない。多くのシステムで、キャプスロック状態でのシフト効果は一時的な、ロック解除、小文字の入力となっているが、そうではなく、前述のタイプライターの場合に準じるものと解釈し、キャプスロック状態では二大文字入力としている。 システムもある。主なキー配列のシフト1、シフト方式を一覧表にすれば、下記の通りである。表中の用語については後に説明する。シフトキーを押したまま他のキーを押す動作を表記する場合、一般的な表記方法が存在する。以下のすべての例は、シフトキーを押したままキーを押し下げる動作を示す。シフトキーの位置は、 タイプライター以来伝統的に小指の外側下方の位置が採用されてきたが、現在はそれ以外の位置も用いられるようになった。格別に述べる。タイプライター以来一般的な位置であり、の刻印がなされているキーである。一般に広く知られており、使用者を戸惑わせることがないという利点がある。代表例は、タイプライター、ジス配列、真実配列など、このキーは、 英語文字もしくは記号などを入力するために使用される。が、トグル的に働くシステムでロック状態である場合、シフトにより小文字の入力となる。キーやキーの機能を変えるため、あるいはその他の動作を補助するためにも用いられる。Windows における一般的な用法は次の通り、一部もしくは全ての文字キーを転用もしくは兼用して用いる。 特定のキーをシフトとして用いるのではなく複数の文字キーを打鍵することでシフト操作に変える方式である。カナ入力における濁音・ク濁音ンン入力やローマ字入力全般を文字キー同士によるシフトとみなすことができる。すなわち、の後にを打ってダをえるのを、ダキーの後に、濁点シフトキーを打ったとみなしたり、の後にを打ってダをえるのを、 多行シフトキーの後に、アキーを打ったとみなしたりもできる。同時打鍵方式と組み合わせては、主に電子機械速機の分野で用いられている。代表例は姫踊り子相かな配列など、人差し指1で押すことができる、文字キーを転用もしくは兼用して用いる。人差し指シフトは、理論上はあり得るが実例はないようである。ニコラ DDSKK では、 F と J の同時打鍵で漢字の読み入力開始を宣言する。中指位置で押すことができる文字キーを転用もしくは兼用して用いる。中指シフトは小指より頻繁なシフト操作に耐えると考えられる。代表例は鼻配列、中指にコラ、月配列、姫踊りこそお金配列など、ガッツ配列、アスカ配列などでは、 中指の使用頻度を最も高く設定する傾向がある。薬指1で押すことができる。文字キーを転用もしくは兼用して用いる。理論上はルールが、薬指は最も独立性の弱い指であるため、わざわざ単独で採用するメリットがない。しかし、中指シフトの補完的役割として、中指シフトとセットで用いられる例が、あ 単独で薬指シフトのみが採用されることは稀で、ある。月配列の派生版などで採用されている。小指位置で押すことができる、文字キーを転用もしくは兼用して用いる。理論上はありルるが、小指は最も華奢な指であり、かつ文字キーや機能キーなどを担当するべきキーが多岐に渡るためか、単独での実例はないようである。しかし、 中指薬指シフトの補完的役割として、中指薬指シフトとセットで用いられる例がある。単独で小指シフトのみが採用されることは稀である。月配列の派生版などで採用されている。親指によるシフト専用のキーを用いるか、もしくは無変換、スペースキー、変換などを転用もしくは兼用して用いる。一部のキーボード製品では、 などが親指で操作可能なため、これらを転用もしくは兼用して用いることも可能である。親指によるシフトを略して、親指シフトと呼ぶこともあるが、親指シフト配列という名前のキー配列を略しても、親指シフトと呼ぶため混乱の原因となる。本校では、混乱を避けるため略さず、親指によるシフト、親指シフト配列と呼ぶものとする。代表例は、 親指シフト配列、M 式、トロン配列、アスカ配列、姫踊りこそコかな配列など。また、企画書では真実配列も、センターシフトの名で親指によるシフトを認めていた。親指によるシフトの特徴には次のようなものが挙げられる。親指によるシフトとして、スペースキーが押されてから、一定時間内に、シフトによる就職がありうるキーが押された場合は、 スペースキーの多化をシフト操作とみなすというものがある。スペースシフト等と呼ばれている。従来のキーボードのまま親指シフト入力を実現するためのソフトなどにこの機能を持ったものがある。さらに106配列で本来のスペースキーの場所にある変換や無変換のキーを割り当てるといった編集もある。鍵盤楽器では一般的に見られることから 文字入力用のキーボードに採用しても操作性は悪くないものと思われるが専用スイッチが必要になる。シフト方式もタイプライター以来の伝統ではタイプライター方式だったが現在では他のシフト方式もある。タイプライター以来の伝統的な方式である。代表例はタイプライター、ジス配列、真ジス配列、M 式など。 同じくタイプライター方式に分類されるものとしては、スペースキーをシフトキー兼用とするサンズという方法も提案されている。タイプライター方式では、シフトキーを押し続けて文字キーを押す必要があるが、種子の障害などのためシフトキーを押し続けることができないものにとっては困難な操作となり得るため、これを解消するために使われる方式である。Windows では、 固定キー機能としてこの方式に切り替えることができる。Windows XP ではキーを5回連打することで固定キー機能を有効にすることができる。順次打鍵方式と目的は同じだが、明示的に解除しない限りシフトが解除されない点が異なる。Windows では固定キー機能を有効にした後に1回連続してシフトキーを押すとこの状態になる。一般に モードキーと解釈されるものが多い。Windows においては次の操作が該当する。順次打鍵方式と結果は似ているが、シフト用のキーを押す順序の違いが出力結果に影響し得ることが異なる。またこの方式には、シフトの概念を必要としていない入力方式も多い。代表例は真実配列、鼻配列、中指に、コラ、 月配列、多くの漢字直接入力など、シフトキーと文字キーを同時に打つ方式である。代表的例は、親指シフト配列、姫踊りっ子相加な配列、電子機械速記など、同時打鍵方式と伝統的なタイプライター方式を比べると、次のような違いがある。なお、代表例がともに親指シフト配列であることから、 親指によるシフトと不可分のもののように思われることがあるが必ずしもそうではない。タイプライター方式と同時打鍵方式を足し合わせた方式。シフトキーと文字キーを同期して打鍵すれば同時シフトとして働き、そのままシフトキーを押し続ければ連続的にシフトがかかる。タイプライター方式はシフト後押しを一切許容しないが、 同時連続シフト方式はそれを許容する。同時シフトとは異なり常に1キーのみをシフト就職するわけではないため、シフトキーを離すタイミングと文字キーを離すタイミングの関係がずれて、シフト残りシフトキーを離した釣りであっても、シフト側の文字が出るという現象が発生する場合がある。この問題は人間側で打鍵方法をタイプライター方式、 すなわち前の文字キーを離してから次の文字キーを打つようにするシフトが残らないようにソフトウェア側で制御することにより解消可能である。代表例はトロン配列、アスカ配列など漢字直接入力の一つである風ではシフト動作によって一つのキーに複数の文字を割り当てるという概念を拡張し漢字の読みによるシフト動作で40の文字キーに 全ての漢字を割り当てており、これを超多段シフト方式と呼んでいる。実際の挙動は、漢字の読みとスペースキーによる面送りを前置し、文字キーで漢字を確定する方式で、あため、前置方式に分類することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。